ここから遠いある国に3人の美しい姉妹が暮らしていました。父親である王様は時々お城で娘たちが大好きな舞踏会を開きます。二人の姉は優雅に踊りますが、末の妹はお姉さんほどうまく踊れません。ミア、もっとこうやって優雅に踊るのよ。末っ子のプリンセスがどれだけ頑張っても優雅には踊れません。ちょっと面白い。招待客もおかしなダンスを楽しそうに見守ります。あらあら、なんてダンスかしら。なぜあんな踊り方なの。もう嫌、もう二度と踊らないわ。ミアは膨れてダンスホールを飛び出します。そして山小屋にこもってしまいました。星空を眺めながらダンスのことを考えていると、山小屋の前を若い男性が通りかかります。男性は月明かりの下でとても優雅に踊っていました。ミアは踊りに魅了され外に出ます。しかしその時、足元を駆け抜けたリスに驚き悲鳴を上げます。わあ、なんなの。男性は踊りをやめ、二人の目が合います。大丈夫ですか。ええ、大丈夫です。リスに驚いただけだから。ただの小さなリスだから心配ありませんよ。ミアはどうすればうまく踊れるのか聞いてみることにしました。男性は履いていた靴を見せながら言います。僕は靴職人なんだ。上質な素材で作る魔法の靴を履いているから毎日優雅に踊れるんだ。わあ、信じられないわ。まさに私が必要としているものだわ。靴職人は山賊の魔法の靴を袋から取り出し、ミアの前に並べました。目を閉じて願い事をしながら山賊の靴の中から一足選ぶんだ。でも靴にはそれぞれ決まり事があって、それを破ると魔法の靴の思うままに操られてしまうからね。ミアは目を閉じます。その間に靴職人の男性は魔法の靴の場所を入れ替えました。じゃあ靴を一足選んで。どうか優雅に踊れるようになる靴を与えてください。選んだのは赤い靴です。靴を指差し目を開けます。さあどうぞ、これは君のものだ。でも忘れないで、この靴を履けるのは満月の夜だけだ。それを守らなければ靴を脱げなくなってしまうからね。これが決まり事だ。ミアは大喜びで靴を受け取るとお城に戻っていきました。お姉さんのプリンセスは嬉しそうなミアを見て不思議に思います。そんなに急いでどこに行くの。何を持っているの。何もないわよ。ある日お城で舞踏会が開かれ、たくさんの人が集まっていました。ミアのお姉さんのプリンセスはいつものようにドレスで着飾り優雅に踊り始めます。その日ミアは靴職人がくれたあの靴を履き、音楽に合わせてリズムを取りながら美しく踊る様子にお姉さんや招待客も驚きの声を上げます。素晴らしいダンスだ。わあ、なんて上手なのかしら。ミアは優雅に踊りますが、靴職人の警告をすっかり忘れていました。その日は満月ではなかったのです。ミアの体は見えなくなってしまいました。靴だけが踊っています。その様子に気づいた招待客は驚きと恐怖に逃げ惑います。なんなの。なんだあれ。そんな、ミ
ラが消えちゃったわ。一体何なんだ。やだ、何あれ。叫び声を聞いてミアは目を開けますが、何が起きているのか理解できません。そこで大きな鏡の前で自分の姿を確かめてみると、そこに映っているのは靴だけです。あー、私消えちゃったんだわ。決まり事を守らなかったせいね。靴が脱げないわ。靴職人を見つけなきゃ。ミアの声は誰にも聞こえません。赤い靴がダンスホールを動き回るので、招待客はみんな逃げ出してしまいました。ミアがホールから飛び出すと、お姉さんたちが後を追います。3人のプリンセスは夜中に森へ向かいます。山小屋の近くまで来ると靴職人がいました。この人すごくダンスが上手ね。ミアの靴に似ているし、カバンは靴でいっぱいよ。靴職人に助けをこいますが、魔法が解けるのを次の満月まで待たなくてはならないと言います。ミアはそれに納得がいかず足を踏み鳴らします。もう一つ方法がある。でもそれをすると靴の魔法が消え、普通の靴に戻ってしまう。それでもいいなら足を3回鳴らしてくれ。見えないままでいるよりマシだと考えたミアは足を3回打ち鳴らします。靴職人を先頭に井戸のそばまでやってきました。靴職人はなんと井戸に飛び込みます。プリンセスたちは驚いた様子で見守ります。靴職人は何か手に持って出てきました。この満月の粉を振りかけると魔法が解けるんだ。魔法の靴にその満月の粉を振りかけると魔法が解け、ミアが姿を現しました。お姉さんたちは駆け寄り抱き合います。優雅に踊るために魔法なんていらないのよ。ダンスは幸せな気持ちを表現するものなの。そうね、その通りだわ。靴職人さん、本当にありがとう。それからというもの、プリンセスミアは自分の気持ちのままに踊れるようになりました。昔々、ここから遠いある場所にカレンという名のとても可愛い女の子がいました。お母さんと一緒に小さな家でとても幸せに暮らしています。気になることはどんなことでもお母さんに尋ねます。お母さん、空のあの小さな光は何？あれは星よ。地球で暮らす人はみんないつかはお星様になるの。そして空で永遠に輝くのよ。カレンが持っているのはおもちゃが一つ、服を一着、草履を一足です。木でできた草履は母親が作ってくれましたが、履き心地は良くありません。でもその一足しかありません。ある日、お母さんが病気で寝込んでしまいます。そしてカレンが町へ薬を買いに行く途中、道端で箱に入った赤い靴を見つけました。その靴はあまりにも美しく、カレンは我慢できずに家へと持ち帰ります。見て、お母さん、道でこれを見つけたの。綺麗でしょ。私にぴったりよ。それはきっと誰かのものよ。すぐに元の場所に戻すのよ。でも誰かのものなら箱のまま置いていくわけないわ。箱のまま落としたのかもしれないわ。じゃあ落としたのが悪いのよ。私が見つけたの。これは私の靴よ。カレン、よく聞くのよ。今はあなたに新しい靴を買ってあげられないけど、だからといって誰かの靴を履いてほしくはないの。わがままを言わないで、履かないと約束してちょうだい。
カレンはしぶしぶ赤い靴を履かないと約束し、靴をベッドの下に隠しました。数ヶ月が過ぎ、ある日カレンが家に戻ると、母親の姿が見当たりません。カレンは気づきます。お母さんはお星様になったのです。その次の日、母親のお葬式にカレンはあの赤い靴を履いていきました。参列者はみんなカレンの赤い靴から目が離せません。信じられないわ。あの赤い靴はなんて不謹慎なの。それでもその靴が大好きだったカレンは気にしませんでした。するとそこに優しいおばあさんが通りかかります。その女の子に家族がいないと聞き、養女にしたいと考えました。一緒においで、あなたが美しく立派に成長するように私がお世話をしてあげますよ。そうしてカレンはそのおばあさんと暮らすことにします。カレン、お母さんのお葬式からその靴を履きっぱなしじゃない。汚れているわ。さあ脱ぎなさい。いやよ、この赤い靴が好きなの。ああカレン、わがままを言わないの。靴を履き替えてちょうだい。新しいのを買ってあげるから。カレンは自分を引き取ってくれた優しいおばあさんに逆らいたくなかったので、赤い靴を脱ぎ捨ててしまいました。数日がたち、カレンは新しい部屋で新しい服を着ておもちゃで遊んでいました。そしておばあさんは新しい靴を持ってきてくれました。しかし新しい靴が気に入りません。青色だわ、かっこ悪い、こんなの大嫌い。カレンは赤い靴が忘れられません。やがてカレンは美しい女性へと成長しますが、わがままな性格は変わりません。たとえおばあさんがプレゼントをくれても同じです。こんなの着たくないわ。お前のために編んだんだよ。食べたくないわ。ポテトみたいになりたくないの。少しぐらいは食べておくれ。おばあさんはカレンのわがままで傲慢な態度に疲れきっていましたが、それでもポテトフライを作ってあげました。おばあさんが入ってくると、カレンは小さくなった青い靴を脱ぎ捨てました。見て、何もかも小さすぎるのよ。私は大きくなったの。じゃあ、あなたに新しい靴と服を買ってあげるわ。おばあさんとカレンはお店へ向かいます。見て、私の大好きな赤い靴にそっくりよ。これにするわ、これ買って。カレン、そんな派手な赤い靴は必要ないわ。お葬式にも履いていけるような落ち着いた色を身につけるべきよ。一足しか買ってあげられないの。あの黒い靴を買って帰りましょう。私は疲れてしまったわ。知らないわ。両方買ってくれないなら裸足で歩くからいいわよ。ああカレン、あなたはなぜそんなにわがままなの。おばあさんは黒い靴を買い、残っていた唯一のお金で赤い靴を買いました。家まで歩いて帰らなければなりません。おばあさんは歩き疲れてカレンについていけなくなってしまいました。それでもカレンは気にも留めず、新しい赤い靴で家路を急ぎました。ある日、二人は町でのお葬式に参列することになりました。カレン、黒い靴を履くのよ。さもないとお葬式では礼儀知らずになってしまうわよ。カレンは黒い靴を一別します。そして赤い靴を見ました。カレンが選んだのは赤い靴です。家を出るとき、おばあさんに見つからないようにスカートで赤い靴を隠しました。
しかしお葬式では誰もがカレンのスカートの下で輝く赤い靴に気がつきます。参列者の誰もがカレンの赤い靴が無礼極まりないことだと話していました。そしてその言葉を耳にしたおばあさんは怒ります。あなたは私の言うことを聞かずに赤い靴を履いてきたのね。なんてわがままなのカレン、少しは礼儀を知りなさい。するとそこにカレンの美しさに惹かれ、ハンサムで若い紳士がやってきました。彼は膝をつきカレンに話しかけます。なんて美しいんだ、この靴は繊細な君にぴったりだ。ああ、そんな、照れくさいわ。きっとダンスがお上手でしょう。今夜宮殿で行われるダンスパーティーにお越しください。その言葉に大喜びしたカレンは踊り出しました。しかしカレンは踊りを止めることができません。ああ、なぜ足が止まらないの、どうしたっていうの。ああ、カレンはおばあさんたちのいる場所から離れ踊り続けていました。カレン戻っておいで。ハンサムな紳士もカレンを追いかけますが見失ってしまいました。その赤い靴はカレンよりもわがままになってしまったのです。山の頂上まで行くと昼も夜も3日間踊り続けます。カレンの足はひどく痛み、踏み出すたびに悲鳴を上げます。赤い靴は泥や茨の中に入りますが、それでも踊り続けました。もう限界よ、これからはわがままは言わないわ、約束よ。だからお願い、足を止めてちょうだい、お願い止まってねえ。カレンがそう言うと突然赤い靴は足から離れ、カレンは地面に崩れ落ちます。しかしそれでも赤い靴は踊り続けていました。カレンは木の枝を見つけ、痛む足を引きずりながら家へと向かいます。家にたどり着いたカレンは嬉しさのあまり泣き出しました。おばあさんは玄関でカレンを迎え、二人は抱き合います。私約束するわ、もう二度とわがままは言わないわ。カレンがわがままを言わなくなると、すべてがうまくいき始めました。ある日誰かが家のドアをノックします。あの若くてハンサムな紳士でした。カレン、ここにいたのか。君の踊りは早すぎて追いつけなかったよ、どうやったんだい。カレンはハンサムで若い紳士に会えたことを喜びました。その日から2人の恋が芽生えます。わがままを言わなくなったカレンはその後末永く幸せに暮らしました。昔々あるところに12人の美しい王女と王様が住んでいました。この12人の王女たちは大きな美しい部屋に一緒に暮らしていました。王様は娘たちを大切に思っていたので、夜に外へ出ることを許しませんでした。しかし朝になるといつも何かおかしなことに気づきます。王女たちの靴がたったの一晩でボロボロに履きつぶされているのです。王様は毎日新しい靴を買い与えます。しかし次の日になるとまた同じように擦り切れてしまっています。誰一人としてその靴の謎を解ける者はいませんでした。一体どうしてなんだ。たった一晩でなぜ靴が擦り切れる。私にもわかりません。そして王様は言います。
この靴の謎を解いた者は王女の一人と結婚し、わしの後継ぎとなるのだ。そしていずれはこの国の王になることを許そうではないか。しかしもし3日でこの謎が解けないならば、一生牢屋に閉じ込めてしまうのだ。王国の若者だけでなく、他の国の王子も謎を解こうとお城へやってきます。3日3晩12人の王女の部屋の前に立ち、謎を解こうとしますが、誰一人として解くことはできませんでした。そしてやはりその日も靴は擦り切れていました。その頃、ある優しい青年がその謎を解こうとお城へ向かって出発します。その途中、痩せっぽっちで貧しいいでたちのおばあさんに出会います。兄さんや、お腹を空かせたこのおばあさんにパンのかけらでもいただけませぬか。若者は持っていたすべての食べ物をおばあさんに差し出します。道中、食べ物を分けてくれたのはこの若者だけだったので、とても喜びました。若者のその優しさに感動したおばあさんは、そのお返しにと魔法のマントを取り出します。このマントを身につければ姿を消すことができるのじゃ。12時の鐘が聞こえたら、このマントを使って王女たちの部屋へ入るといい。そうすれば謎を解けるじゃろう。だが王女が何を持ってきても口にするではないぞ。困った王女たちじゃよ。魔法のマントを受け取り、再び城へと向かいます。お城に着くと、謎を解くためにやってきたことを告げ、中へと入ります。1日目、若者が部屋の前に立って見張っていると、一番上の王女がレモネードを持ってやってきました。喉が渇いているでしょう。あなたのためにレモネードを作ったの。どうぞ召し上がって。おばあさんの忠告をすっかり忘れ、飲み干します。するとなぜだか突然眠たくなってしまいました。部屋へ戻ると、一晩中いびきをかいて眠ってしまったのです。朝になると慌てて飛び起きます。魔法のマントを使って部屋に入ろうと思っていたのに。2日目、この日も王女たちの部屋の前で見張りをします。今度は違う王女がコップを手にして部屋から出てきました。一晩中見張りをしていた若者は、とても喉が渇いていたので、何も考えずにそれを飲み干してしまいます。そうしてもちろん再び眠りに落ちてしまいます。朝になり目を覚ますと、おばあさんの忠告を思い出します。王女が何を持ってきても口にするではないぞ。きっと眠り薬が入っていたんだ。するとそこに王様がやってきます。2日経ったか。まだ娘の靴の謎は解けていないではないか。あと1日で解けなければ、お前は一生牢屋で過ごすことになるんだぞ。そう言うと王様は部屋を出て行きました。今夜謎を解かねばなりません。3日目、最後の日です。再び部屋の前で見張りをします。この日は一番末の王女が飲み物を持ってやってきました。しかしもう騙されません。ありがとうと言ってグラスを受け取ります。そして王女が部屋へ戻ると、近くの植木に飲み物を捨てます。そうしてその夜は見張りを続けることができたのです。夜も更け、12時になるとマントをまとい姿を消します。静かにドアを開けると、信じられない光景が広がっていました。そこには新しい靴を履き、髪を整え、美しいドレスで着飾った王女たちがいました。さて、あの若者は眠ったかしら。
人の王女がドアを開け部屋の外を伺います。他の王女は聞き耳を立てます。すると若者はいびきの音を真似てごまかしました。若者が眠っていると判断すると部屋にあるベッドの一つを押し手を三度叩きます。するとそこに秘密の階段が現れたのです。若者は信じられませんでした。王女たちはその階段を降りていきます。若者もそれに続きます。その秘密の階段はとても深く長く続いています。若者はその途中ついうっかり王女のドレスを踏んでしまいました。ああ、誰かがドレスを踏んだわ。何を言ってるの、そんなわけないじゃない。階段を降りるとそこには森が広がっていました。美しい銀色の木々を抜けて歩きます。若者はその枝を折ると王女たちの後を追います。しばらく歩くと川のほとりにやってきました。そこには白鳥の形をした12艘のボートに12人の王子が乗って王女たちを待っていました。そして皆ボートに乗り込みます。若者も飛び乗りました。ボートがいつもより重いわ。もう一人乗ってるみたい。変ね。もうまた何なのよ。川を渡るとそこには美しいお城が現れました。中からは音楽が聞こえてきます。窓から中を見るとたくさんの人が踊っていました。お城に入るとすぐさま王女たちは踊り始めます。まるで疲れを知らないかのようにひたすら踊り続けます。もちろん靴は擦り切れていきます。お腹が空いた若者は我慢できずにテーブルの上の美味しそうなケーキを手に取ります。一番下の王女がこれに気づきます。あー、私のケーキがまるで誰かが食べてるみたい。そんなことあるわけないじゃない。若者は気づかれないように金色のカップを取りカバンに入れます。王女たちは朝まで踊り続けました。そしてボートに乗ると川を渡ります。森を抜け長い階段を上ります。そしてついにお城へと戻ってきました。王女たちの靴は擦り切れてボロボロです。ついに王女たちの靴の謎が解けて若者は大喜びです。しばらくすると王様がやってきました。さあ時間だぞ。謎は解けたのかい。はい、国王陛下。そしてことの一部始終を話します。王様はとても信じられませんでしたが、若者が森から持ってきた銀色の木の枝とお城の金色のカップを見て真実だと確信します。そうして約束通り王女の一人との結婚を許します。若者は一番下の王女と結婚したいと申し出ます。秘密をばらされた王女たちは快く思っていませんでしたが、王女の一人と結婚した若者は末永く幸せに暮らしました。